花森です。おう、OK。どう？みんな家で勉強してて。眠くなったりしない？さっきまでさ、正直でいいね。寝ちゃうよね、やってるね。やってみてどうですか？3日経ちましたけど。これ体育ですね。体育もこうやってストレッチしろよとか筋トレしろよっていうのを体育の先生が挙げてくれてますね。で、これは家庭科。これ動画なんですけど、こっちは PDF ファイルで宿題も一緒に出されてますね。今回いつもと違うっていう状況になって、学校が普通じゃなくなった時に、まあ、僕たち教員もちょっと不安だったんですけど、生徒もっと不安だったと思うんですよ。でもみんなで顔を合わせて連絡していつも通りのホームルームができるってことで、結構安心してる子が多いなっていう印象があります。タブレット越しなんですけど顔を合わせるでコミュニケーションを取るってことは、その子のメンタルケアにちょっとつながってるんじゃないかなというふうに思います。